ということで2人のメンバーに、来た、びっくりした、何年経ってもびっくりしたこの音って久しぶりに聞いた、おいどうも、わ出たー、どうも皆さんご来場ありがとうございます、ここに知るんだ私たち、劇場試合の金子でございます、発表内容によってはどんな気持ちで見たらいいんだろう、配信をご覧の皆様もありがとうございます、何してるんですか、皆さん赤組満喫してますでしょうか、ペンライトを回してください、回しありがとうございます、まぶしい、誰がいるか、誰が、誰が、はい、お知らせがあってまいりました、何でしょうね、うわー、ねー、なんだ何今の早く久しぶり、お知らせします、今回は研究生の昇格を発表いたします、ここで済むか、そっか、うわー不安だよね、隅野若菜、おめでとう、やっと誕生日で研究生からチーム B2 正規メンバーに昇格、どうぞ、キャプテン、ありがとうございます、おめでとう、いろんな、いろいろおめでとう、誕生日もおめでとう、誕生日もおめでとうだし、浅尾桃香、嬉しいね、よかったね、すごい引っ張ってたから今、早川優奈、おめでとう、ビーツ正規メンバーとなります、舞台もおめでとう、おめでとう、おめでとう、おめでとうがいっぱいですね、おめでとうがいっぱい、そしてここで電話をつなぎます、え電話、え映像、もしもーし、誰、えもしもーし、えあ、もしもーし、え誰、この声は、この人は、あ、金子さんや、えおもろい、めっちゃスノ、めちゃくちゃスノさつきじゃん、聞こえてますか、つながってますよ、これもしもーし、はいか、え、お名前は、あ、みなさんこんにちは、NMB48 チームミスター教科書の愛知ことさつきあいかです、めっちゃおもろいじゃん、登場の仕方、あ、決まってる、楽しんでますか、楽しんでます、楽しんでるよ、舞台頑張ってね、ありがとうございます、発表します、さつきあいか研究生からチーム B2 正規メンバーに昇格します、おめでとう、おめでとう、おめでとうだ、 IP、 おめでとう、携帯壊れるぐらいすごい声出てたの、はい、さつき愛花はチーム B2 キャプテン、隅田愛花、隅田若菜は副キャプテンとしてチーム B2 に行っていってください、楽しいよ、さつき聞こえますか、いい涙だ、泣いてる、一言感想お願いします、本番前ちゃん今、いやそうだよね、疲れたら5分後に本番されるメイク直しなかったもう本当に遊びなさん、本当に長い間お待たせしてしまって待っていてくださって本当にありがとうございます、うん、いやよかった、電話つながって昇格してる、電話つながって、そこで一時間のあかりちゃんがまぐさめてくれてます、あーちゃーん、あーちゃーん、あーちゃーん、もしもし、あーちゃーん、相変わらずですね、アンチさん、アイス、分かった、カフェラテお願いします、ありがとう、ありがとうございます、カフェラテ、何いるか、はい、さつき、おめでとう、おめでとう、はい、舞台頑張ってね、頑張ってね、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、というところでやってまして、あの当日券もありますので素晴らしい、宣伝すな、宣伝さすがです、宣伝集落と
なってますので、皆さんご興味ある方いらっしゃいましたら、よければそちらの方にも来ていただけると嬉しいです。はい、みんな行きます。はい、たつきありがとう。ありがとうございました。この夏はこのままの夏を受けてるのね。え、すごい。そしてもう一人、坂田美咲昇格。そしてサダのチーム N に移籍。すごいな。はい、発表は以上となります。昇格したメンバーおめでとうございます。皆さん大きな拍手お願いします。ありがとうございました。でもそんなことないか、山本彩子も早かったな。そう、半年だったから。そうかそうか。すごいもん、やっぱ今日でも分かったもんね。相当レベル高いから。発表がありましたが、チーム B2 に昇格した七期生や、うん、ね、坂田は私のチーム N にようこそ。よろしく期待の坂田の。今回よろしくな。お願いします。頑張ろうね。頑張ろう。お願いします。お願いします。うん、どんな気持ちかな。はい、ということでね、発表があったように NMB48 新体制に、ね、なりますが、まあね、8期生はね、まだ昇格してないメンバーもいますけど、でもこれはチャンスやと私は思ってます。私自身も昇格遅かったんですけど、そこで絶対目立てるから一緒に頑張ろうね。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、